やってること違うんですが、ネルメロさん的にはブローニャとテーウェンどっちが強いと思いますか？お仕事だからブローニャって言いたいけど、やってることはテーウェンも大概だよな。ブローニャの強いところって、スキルポイントが許す限り、アタッカーにターン渡して めっちゃ火力出したり、やばくなったらヒーラーにターン渡して、回復特化に動かしたりとか、対応力が売りだと思うねんな。テーウェンも対応力あるよな。爆発回して、やばくなったらヒーラーに爆発回してね、回復特化で動けばいいから。どっちも強えな。二強じゃね、正直。アスターも強いけどな。スキルの効果どんなのだったっけ？味方にね、攻撃力プラス 35% とか、攻撃力バフあるね。なんかね、テーウェンってどんなキャラなんつってみんなに聞いたら、爆発使ってダメバフとエネルギー50回復するよ。50って大体半分なんで、爆発使って味方のエネルギー半分回復して、しかもダメバフつけんのやべえじゃんって思ってたんだけど、スキルもやばいね。攻撃力上げるんだからな。あとテーウェン強いのがね、危機ポイント使って自分の元素爆発のポイントを50回復できるんで、これで50貯めて、これで100貯めて、これで爆発全部貯めてみたいな、そういうことできちゃうよな。いや、これ強くない？マジで強いと思うわ。結構メタバースとかやってたら祝福余ることあるからね。テイウンにガチ恋した。初めてテイウンに会った時はさ、なんか獣耳の人だなーって思っててんけど、なんか話せば話すうちにどんどんテイウン可愛いよなって思い始めてきた今日この頃です。私はテイウンマジで強いわ。ガチャで引けてよかったわ。てかピックアップ感謝だね。そう、初めてねテイウンに会った時はね、あー獣耳の可愛い子ぐらいだったんやけど、マジで可愛いテイウン。めっちゃいい香りしそう。テイウンマジでいいよね。テイウンと玉ってどういう関係性ないの？よく分かってないんですけど、素晴らしいね。クラーラが一番好き。はい、ロリコンです。君はアスター使わん？いや、アスター強いよ。なんかテーウンも強いし、アスターも強いし、星4ですよね。誰他誰だ。静寂評価高いよね。麻雀の子、麻雀の子評価高いらしいんですよね。さすがに星5の軽減とかの方が強いんやけど、あ、星4なのにめっちゃ評価高いじゃんっていうところまで行ってんのよね。マジでいい。全然星4でもいいしな。貫突強いんや、静寂。ゼーレが量子属性で被ってるから静寂の育成遅くはなるけど、麻雀子頑張りたいな、育成。